じゃあお母さんここで切るわね。朝から風邪ひいたみたいで頭が痛いのよ。かぶってあなた、そういうの大嫌いだったじゃないのよ。わかった、もう切るわね。私も警察に協力したこと後悔してるのよ。捕まえてみたら？あの子たちまだ10代の子供でしょ？あの子たち、家にはお母さんもお父さんもいるわけだし。あの子たちちゃんとしたお母さんのところ返してあげてちょうだいよ。それに私、騙されたとか思ってないし。あれはタイちゃんの声よ。そういった優しさにつけ込まれたわけですね。あなたに何がわかるっていうのよ。タイちゃんの声聞いたことがあるの？タイちゃんのこと何も知らないくせに勝手なこと言わないでよ。恐れながら申し上げます、女性だからとか特別扱いされたいのではございません。居心地の良い鳥かごが欲しいわけでもありません。必要なのは飛ぶことのできる翼です。上様のおなりラララッタラタラララパラタラララララパラッタラタラララララパラッタラタラララララッタラタタラララララッタラタラララララルル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